ことはやめて、それはきっと身を裂くような寂しさになってしまうから、だから決して見送らないで、思い出もできる限り捨てて、長くさまようことになるの、荷物は軽い方がいいから、さやか水色も人知れずにゆっくり混ざって、もうすぐにゴールでしょう。世界が私を取り残してどこかに行ってしまったわ。大丈夫、あなたは何にも間違ってない。最後に一言しまったわ。大丈夫。